以上が今年のハロウィンの状況になります。聖教僧で何よりだわ。彼が提言したハロウィンというイベントがミドガル王国にすっかり根付いているようね。はい、三つ星商会の各地の支店でも上々の売り上げと評判を博しております。という割には難しい顔をしているわね。え、あ、申し訳ございません。私としたことが顔に出てしまっていたなんて。何があったの？実は今年のハロウィンが想定以上に好調のため、現在三つ星商会を総動員する形で対応に当たっています。正直なところあまりにも好評すぎて、出張店舗や支店の人員が不足しているんです。現段階ですでに人員不足なので。はい、ですので急遽シャドーガーデンのナンバーズ以下、見どころのありそうな数名を教育し、各地の支店などに追加で派遣する予定になっています。ですが教育の完了を待たずして、出張店舗の方から人員派遣の要請がありまして。本当に誰もいないの？一人も？ガンマ？デルタとイータが残っています。その二人を派遣してしまったら、かえって現場の仕事を増やすことになりかねないわ。でもあのアルファ様、背に腹は変えられないわ。人員不足の穴埋めをしないと。まさか教育が終わるまでの期間限定、かつ限定的で単純な作業のみ任せるということで、二人を派遣しましょう。な、本気ですか？ええ、他に今考えられる手立てはないわ。あなたたちに任せたい仕事はたった一つだけ。出張店舗へ行き、イベントの一環として子供たちにお菓子を配ってほしいの。なんでお菓子を配るのです？余っているお菓子を処分するんじゃないの。本店での販売を促進するために出張店舗でお菓子を配るのよ。販売促進、イータ、あなたは理解できてるでしょ。サンプルのお菓子を餌に客を釣る作戦。よかったわ、あなたは分かっているようね。でも人混みは無理。無理でもやるの。合言葉はトリックオアトリートよ。その言葉を言ってきた子供に配ってちょうだい。トリック、トリックオアトリート、お菓子をくれないといたずらするぞって意味。脅すなんて悪い子供なのです。そういうやつはデルタが倒してやる。バカなこと言わないで、ハロウィンはそういうものなの。それを子供やひいては保護者に周知して、今後のハロウィンで三つ星商会を利用してもらう、そのためのきっかけ作りが目的なのよ。だから絶対に倒しちゃダメよ。ガンマの話は頭が痛くなるのです。なっ、子供に群がられる、無理。イータも。アルファ様、やはり無謀です。この二人を派遣して仕事を任せるなんて。教育の完了を待ちましょう。よくわかんないけど、ガンマのくせにデルタをバカにするのです。うん、行かなくていいのなら私はガンマに賛成。理解できていない人もやる気のない人も人員として数えられません、アルファ様。静かになさい、ガンマ。人員不足の中で贅沢を言えないの。読みが甘く準備が足りていなかった。そうよね。はい、私の判断が甘かったことが現状の問題の大きな要因です。デルタ、合言葉を告げた子供にお菓子を配る、それだけよ。
できるわね。できるのです。イータ、研究費用の多くはどこから捻出されているのか、それをよく考えて答えなさい。仕事を任せていいわね。もし断ったら？わかるでしょ、研究費用が減る。わかりました。話がまとまってよかったわ。デルタ、イータ、あなたたちはすぐに目的地へ向かって。はい、アナです。了解です。アルファ様、大丈夫だとは信じているけれど、ガンマ、一刻も早く教育を完了させてちょうだい。心得ました。強行した判断が間違っていなければいいのだけれど。おいでくださいました。本日はお日柄もよく。お日柄？挨拶はいい。詳細の説明を求む。はい。すでに着替えていただきましたが、デルタ様とイータ様にはそちらの格好で町へ出ていただきたく思います。デルタは知的な魔女なのです。ひらひらのヴァンパイア。お二人ともよくお似合いです。このままハロウィンを楽しんでいただきたいくらいで、土陰の方に仕事をお任せするなど申し訳ありませんし。わかった。申し訳なく思わせるの、申し訳ない。私たちは引き上げる。ダメ！何もしないで帰ったら、アルファ様に怒られる！言ってみただけ。任務はちゃんとする。詳細、聞かせて。かしこまりました。ハロウィンイベント開催中、三つ星紹介系列で買い物をしたお客様には子供限定で使えるリボンを配布しております。リボン？お買い上げいただいた金額ごとに赤、青、黄の3色に分けていまして、お二人にはその色に応じたお菓子を配っていただきたいのです。子供たちはトリックオアトリートと声をかけてきます。リボンが赤色ならクッキーとキャンディー、青色ならクッキー、黄色ならキャンディーを渡してください。うんうん、それだけでいいのです？はい、大変恐縮ではございますが、以上の仕事をお任せしてもよろしいでしょうか？よろしいのです。デルタにドーンと任せておけば大丈夫。購入金額によって別のお菓子を配るって、ガンマ面倒なこと考えた。面倒？クッキーだけよりキャンディーもあった方が嬉しいのです。いや、そういうことじゃなくて、まあいいか、説明するの面倒だし。よーし、いいか、いざ出陣なのです。何それ？前にボスが言ってた。トリックアトリート！魔女のお姉ちゃん、お菓子ちょうだい！トリックアトリート！僕もお菓子くれ！ん？トリックアトリート！ヴァンパイアのお姉ちゃん、あたし赤いリボンだよ。俺は青。お、忘れてた、トリックはトリート。赤、はい、青はこれ。魔
中はこれとこれ。あ、これもか。うん、僕黄色だよ。黄色、これとこれ、あとこいつもか。ま、いいか。あの、トリックはトリート。黄色のリボン、キャンディどうぞ。あ、ありがとう。バイバイ、お姉ちゃん。はいはい。イータ、何をのんびりやってるのです。デルタの分はもうなくなった。もう？だからイータの分を手伝ってやるのです。ああ、ま、いっか。よろしく。任せろなのです。はあ、あいつに報告しに行くのです。イータ、早く。はいはい。どうなっているんですか。配布したお菓子の量と売上との計算が合いません。デルタはちゃんと配ったのです。嘘。割と序盤から混乱して全員にキャンディーとクッキーのセット配ってた。分かってたならその時に言えなのです。面倒。僭越ながら適当に配ったり、また間違いを把握しているのに無視したり、そういったことをせず真面目にやってください。急に強気になったのです。ガンマが選んだ支店長、やるときはやるタイプなのかも。ハロウィンは遊びじゃないんですよ。どうかお願いします。この支店のため、紹介のため、力を貸してください。わかった、そこまで言うならやってやるのです。急に頭を使えるようになるとは思えないけど。なんだと？少し待ってて、すぐ戻る。え、どこに行くのです？研究室。それでどうして戻ってきたの？待ちなさい、ちゃんと説明して。急いでるのに。はあ、支店長が困ってる。え？だから秘密兵器投入する。秘密兵器？うん、支店長のため。だから予算融通して。お、問題児を二人も派遣した。ガンマの責任は？な、それ自分で言うこと？責任を果たすべき。いいわ、融通してあげる。でもできるだけ低予算で仕上げること。了解。おお、なんかでかいの持ってきたのです。これは一体？これはマスターから聞いた影の英知、自動販売機を元にして作った自動配給機ベンダー君。かっこいいのです。これが噂に聞く
選ばれし者にだけ与えられるというシャドウ様の影の英知。イータ、こいつどうやって動かせ？早く教えるのです。百聞はなんとやら、実際に使ってみせる。なんだこれ。合言葉を言えって書いてある。ごくりと、トリックオアトリータ。ガガガ、青二番、五千ゼニー以上、一万ゼニー未満のお買い上げありがとうございます。これは…すごいのです。これならデルタも間違えないのです。間違えるも何も、そもそも配らなくてよくなる。え、本気でこれを設置なさるのですか？問題ある？みんな楽しそう。私は楽。何か問題ある？今のところ問題はなさそうです。このまま様子を見ましょう。これで問題解決。焼いたもので、そっちが甘辛いタレをつけて焼いたものになります。ジュルリ、その格好は三つ星商会のお嬢さん。買いますか？いいの？一本300ゼニーになります。ゼニー？デルタ、お金持ってない。手持ちがないのならつけても大丈夫ですよ。三つ星商会の方につけておきますので。
つけ？それで買えるのです？はい、どうしますか？それでいいのです。鶏の串焼き、どっちも1本ずつ、うん、5本ずつ買うのです。つけで前通り。つけ、よくわかんないけどすごいのです。これさえあれば。ハロウィン限定キッシュくださいなのです。全部の種類、三つ星紹介に。プキンスープ、ハロウィンっぽいのです。大盛り一杯もらうのです。三つ星紹介につけ。どうぞどうぞ、美味しいですよ。かぼちゃのパイ、切らなくていいのです。まるまるで。三つ星紹介につけ。お化けかぼちゃのキャンドル、三つ星紹介につけ。あとは、あ、そうだ、せっかくのハロウィンなのです。珍しいものがたくさん。ボスにお土産を買うのです。キャンディー、クッキー、お化けかぼちゃのお面、それからそれから、あっちにも良さそうなのがあるのです。トリックはトリート。なんか、ベンダー君、面白くないや。お菓子をもらえるのはありがたいけれど、こんなに淡々とされたら、ねえ。確かにすごいけど、三つ星紹介はこんなものなの？まあまあ、早くお菓子もらって別のお店行こう。起きるのです。起きてる。ベンダー君、つまんないって。何？子供が面白くないって言ってるのです。お菓子をもらうのに面白いも何もないでしょう。確かにそうなのです。お菓子は面白いものじゃなくて美味しいものなのです。もういい、寝る。パッキンスープ飲まないのです。デルタ買ってきてやったぞ。うん、あとって、あー、イータまた寝たのです。デルタも遊びに行く。あの少しよろしいでしょうか。ん？イータ、支店長が来たのです。うん、何？自動配給機ベンダー君、素晴らしいと思います。瞬時にリボンの色を判断し、時間を費やすことなく正確にお菓子を配布する。大量生産をすれば人件費は大幅に削減されるでしょう。イータ、褒められてるのです。よかった。なんだ？きちんと配れてはいますが、ベンダー君では私たち三つ星紹介がやってきたおもてなしの精神が活かせません。おもてなし？何それ？接客術みたいなこと。これまで三つ星紹介はガンマ様を筆頭に戦略的な経営を行ってきました。新商品の発売、他商会との差別化、道筋を立てクレバーに進んできたのです。しかし、私たちは抜け目ない経営の傍ら、お客様との血の通った接し方を大事にしてきました。義務的な接客ではなく、
そこに喜びを見出しているのです。よくわかんないけど、怒られてる？人と話すのが喜び、理解に苦しむ。怒られてるのはわかるけど。屋台によってパンプキンパイの味が違うのです。甘いのもあるし、肉が詰まってるのもある。雑踏の中のゴロゴロ、悪くない。イータも食べるのです。押し付けないって。何ため息ついてるのです？お前も食べるか？鳥の串焼き、今は食事を楽しむ気分ではありません。お二人とも私の話はご理解いただけませんか？仕事は順調。カガガ、カガガ。もうすぐノルマクリア。ベンダー君の中のお菓子がなくなる頃。なんだ、もう終わりなのですか。じゃあデリタはまた屋台へ行くのです。私は帰る。あー、このまま終わってしまう。お客様に三つ星商会の理念が正しく伝わらないまま。トリックはトリート。ブシャチャリコネです。あ、終わった。在庫が切れたんですね。では最後にあの子にお菓子を渡して配布イベントは終了ということに。ん？あいつ急に匂いが変わったのです。在庫切れ、補充します。どうなっているんですか？暴走してる。冷静に言ってる場合ですか？早く止めないと子供たちに危害が。デルタ、行ってらっしゃい。やれやれなのです。ちょっと行ってくれ。補充します、補充します。やめろなのです。監修、デルタの邪魔かも。皆さん離れてください。何なのです？ベンダー君がおかしくなってるのです。うん、急いで作ったから。在庫切れの時のシステムが雑だった。どういうことなのです？自動でお菓子を補充するシステムでも、補充先の設定を、まあそんなとこよくわかんないのです。わかんないならいい。ベンダー君は暴走中。止めて。なるほど、わかりやすくていいのです。カゴが略奪者を確認、解除コムドに移行します。ニータ、これ何なのです？お菓子を奪いに来る敵がいるかもしれないから、防犯用の武装システムを搭載しておいた。防犯システム完璧。
敵から食べ物を守るのは最もなのです。やるな、イータ。褒めている場合ではありません。どうしてこんなところばかり作り込んで補充システムをおろそかにしたんですか。コナミ、コナミって。あ、デルタ様、デルタ様のお食事が奪われていますよ。なんだと？ボスへのお土産が取っていくなんて許さないのです。イータ、どうすればベンダー君は止まるです。緊急シャットダウンスイッチがある。でも暴走状態で押すのは一苦労。じゃあデルタが動きを止めてやる。その間に何とかするのです。予定外の労働。さあ行くのです。ふぅ、疲れた。デルタは疲れてないのです。スイッチを押すだけで疲れるなんて、イータは軟弱。はいはい。おい支店長、終わったので。うわー、お姉ちゃん、お姉ちゃん、すごーい、すごい。なんなのです。そう、魔女のお姉ちゃんすごいね。めちゃくちゃ強いじゃん。守ってくれてありがとう。すっごくかっこよかったよ。ママ、魔女のお姉ちゃんと吸血鬼のお姉ちゃんが悪いベンダー君を倒したよ。すごいわね。大迫力でびっくりしちゃった。さすが三つ星商会ね。この劇をするためのベンダー君だったなんて。劇？誤解が加速。お菓子配ってる時は変なやつだと思ったけど、お姉ちゃんたちやるじゃん。お菓子を取り戻してくれてありがとう。魔女さん、吸血鬼さん、握手して。押さないで。わかんない。人いっぱい。逃げる？逃げないのです。よくわからないけど、ドキドキワクワク。イータはどうです？まあ悪い気はしない。うんうん、デルタの凄さがわかるなんて、なかなか見どころのあるやつらなのです。ねえねえ、魔女のお姉ちゃん、トリックオアトリート。ん？私も吸血鬼さん、トリックオアトリート。え？魔女さん、吸血鬼さん、子供たちへお菓子を配ってくださいませんか？長がそこまで言うならやってやるのです。仕方ない。よし、お前たち、合言葉を言うのです。トリックオアトリート。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ。トリックオアトリート。はい、どうぞ。ありがとう、お姉ちゃん。ん？どういたしまして。お疲れ様です。残念ながらトラブルは起こってしまいましたが、お二人のおかげで大ごとにはならず、むしろハロウィンのイベントは大盛況でした。ふっふー、デルタが本気を出せばこんなの楽勝なのです。子供元気すぎ。でもまあ楽しくない
こともなかった。楽しくないこともない。ああ、それは楽しいってことなのです。デルタも楽しかったのです。支店長が言ってたこと少し分かった。え？接客のなんたらってやつ。ああ、私たち三つ星商会の理念をたとえほんの少しであってもご理解いただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。ハロウィン、いいお祭りだったのです。うん、来年はもっと完璧なベンダー君を用意しておく。以上がイータとデルタが応援に向かった支店の支店長から提出された報告書になります。どうなることかと思っていたけれど、あの子たち随分と頑張ってくれたようね。はい、新人の教育も無事に完了しました。イータとデルタは明日帰還する予定です。という割には難しい顔をしているわね。あなたのその顔、ついこの間も見たわ。こちらをご覧ください。報告書と収支表になります。見せてもらうわ。どうぞ。今年は各地でイベントを行ったこともあり、本店の売り上げも好調です。ハロウィン商戦は大成功だと言えます。しかしこれは大問題ね。1年分は動いた。しばらくは研究室にこもる。それくらいのご褒美がないと割に合わぬ。おかん。おかえりなさい。ずいぶんと楽しいハロウィンだったみたいね。これを見なさい。収支表？ハロウィン商戦は成功して売り上げは上々。でも一点問題が発生しているの。収支表の支出の部分を見て。支出？支出？あ、デルタ、この付け払いはあなたね。付け？屋台でその合言葉を言うとお金払わなくてももらえるのです。もらえるんじゃないの。信用があるから支払いを先延ばしにするって意味よ。それからイータ、ベンダー君か。自覚があるようで何よりだわ。この莫大な制作費はどうなってるの。あなたたちが行った支店の売り上げが吹き飛ぶ金額ね。でも必要経費。付けの意味知ってたらやらなかったのです。だから悪いのは屋台の人。言い訳ね。ちゃんと反省しているのかしら。はい、なのです。来るんじゃなかった。